皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は久しぶりに AV アンプについて、デノンから HDMI2.1 の対応を強化した新しいラインナップが発表されました。そちらについて簡単にまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の情報はメーカーからの公式の発表です。プレスリリースが出ています。それ以外にもメディア発表もたくさんされていますので、そちらの情報も合わせてまとめてご紹介いたします。今回発表されたモデルはこちらの3つの製品です。580、2800、3800です。3000シリーズはこれまで日本国内では展開されていなかったモデルです。チャンネル数はご覧の通り、3800の 9.4 チャンネルというのが珍しいかもしれません。価格はこちら。これについては後ほど詳しくご紹介いたします。ちょっと高くなったなという感じは受けるかもしれません。発売の時期は9月下旬から10月下旬。それでは新しい3製品、現行モデルとスペックがどのぐらい違うのか、現在発表されている情報ベースですが、まとめてご紹介します。まずは550と580です。現行モデルはご覧のスペック。まずチャンネル数は変更がありません。価格は4万4000円から5万8000円値上がりします。32% もの大幅な値上がりとなります。HDMI の入力数は1つ減って4つになってしまいますが、その代わり 2.1 に全て対応します。エントリーモデルもとうとう 2.1 に対応しました。パススルーについては現状公式サイトに情報がまだ掲載されていませんので、詳細のスペックが公開されるのを待ちたいと思います。HDMI の出力数は1、それ以外のスペックは変更がありません。続けて細かい部分ですが、こちらはご覧の通りで、入力端子と出力数については550と変更がありません。8K アップスケーリングは HDMI 2.1 に対応したことによって追加された機能だと思います。それから新しいところとしては自動音波補正。これに対応することが書いてありました。ただ、中身についてはまだ触れられてはいません。で、この580なんですが、一つ上の1700と比較するとこのぐらい違います。まあチャンネル数そもそも違いますので、それからオブジェクトオーディオ周りも違います。ただ価格差が2万円弱まで小さくなってしまいましたので、どっちを買うか悩む方も増えるかもしれないなって思います。こちらもかなり違いますので、価格差あんまりないですから、1700の方が売れるかもしれないですね。続いて2700と2800です。まあ2700も出てそんなに時間経っていませんので、2800がすぐ出てきてしまった感じもあります。こちらが現行モデルのスペックです。そして2800チャンネル数は変更ありません。価格は10万円超えてしまいました。22%。こちらも大幅な値上がりとなります。そしてここが大きな違いですね。HDMI 2.1 への対応が3ポートに増えました。パススルーについてはまだ記載がありません。それ以外のスペックは変更がありません。そして、こちらのスペックも DA コンバーターについてはまだ詳細がわかりませんが、そして自動音波補正ですが、こちらについてはメーカーの公式発表とメディアの発表が若干違っています。メーカー側は一つ上の機能を搭載していると書いてますが、メディア発表は2700と同じと書いていましたので、どっちが正しいのかまだわかりません。それ以外のスペックは同じです。というわけで2700と2800は HDMI 2.1 への対応、それが最も大きな違いだと思います。それで価格差が2万円ぐらいありますので、まあ、外部の HDMI の切り替え機が中に入ったみたいに考えれば妥当な価格なのかもしれませんが、2.1 をたくさん使わない人にとっては少し厳しいなと思うかもしれません。そして今回の一番目玉となるであろう3800です。こちらについてはチャンネル数が9ありますので4700との比較になるかなって思います。そのチャンネル数 9.4 ということで、ここは逆転してしまっています。価格も18万2000円ですので、かなり4700に近いです。そして HDMI 周り、入力数については4700よりも少ないですが、2.1 対応かなり強化されています。ここも逆転してしまってると感じる方も多いかなって思いました。ただ2.1については 40GBps と明記されています。これは1700と同じですね。まああんまり 48GB 使うことってないとは思うんですけれども、気にされる方はいらっしゃるかもしれません。そして、これまで2700と4700、大きな違いが、この部分ですね。ボロ 3D とか IMAX Enhanced。この辺への対応が4700特徴になっていたんですが、3800、こちらにも対応します。
続いてこの辺について、まあ、DAC まだ詳細は分かりません。そして自動音場補正については4700と同じものが対応されています。そしてリラックライブという新しい機能にも対応します。これは後からアップデートみたいなことが書いてありました。それ以外のスペックは4700とほぼ同じです。最大出力だけが若干下回ります。というわけで表面的なスペックだけで言えば3800は4700よりも上回ってる部分が結構あります。それで価格は若干安いとなると4700が HDMI 2.1 の対応が弱いのでちょっと悩んでいた方、そういう方はこの新しい3800はかなり魅力的だなって思います。で、今ちらっとご紹介したディラックライブについても簡単に触れておきます。こちらはスウェーデンの会社が開発したいわゆる自動音場補正ですね。スピーカーの配置とか壁の状況、それをマイクで撮って自動的に補正する機能ですね。そういうものの今最高峰のプロダクトと言われています。主にカーメーカーで最初に採用されまして、その後オーディオメーカーにも採用されてきました。20年ぐらい前に創業した比較的若い会社ですね。で、特徴としては AV アンプの中でこの処理をするのではなくて、PC にマイクをつないで PC 上でそれを処理しつつ、さらにこのディラック社のクラウドも使ってより高度な演算を行っています。それによって AV アンプ本体の中で処理するよりも精密な補正が可能になっているということが売りになっています。ただライセンス料というのを取るんですが、これが結構高めでして、今公開されているものでは安いものでも$99、高いライセンスだと$649もします。今の為替レートだとだいたい1万5000円から10万円ぐらいします。まあ、デノンのライセンスがどれを採用するかまだ分かりませんので何とも言えませんが、結構高めですよということも触れられていましたので、5万円超えてくる可能性が高いかなって思いました。そしてこのサービスなんですが、マイクが必要なんですけれども、まあ、AV アンプもちっちゃいマイクついてくると思うんですが、それよりもより高性能なマイクを使って処理をします。このマイクも結構いい値段しまして、日本で買うと安い方のマイクでも2万円近い金額ですので、上のライセンスと合わせると10万円近い出費になるかもしれません。そして価格帯なんですが、こちらも検証していきたいと思います。まずこれがデノン社の最近発表された AV アンプの価格の推移です。一番右側に今回の3製品も載っています。ちょっと値上がりしていることがわかると思います。これだと分かりにくいので、チャンネル数別に他のメーカーのデータも入れて比較していきます。まずは5チャンネル。こう見ると550から大幅に値上がりしていることがわかります。ただ、ヤマハの価格帯に近づけたという見方もできるのかなって思いますので、今回のデノンの製品が飛び抜けて高いわけではないということもわかると思います。そして7チャンネル系です。こちらも 20% を超える値上がりになりますが、他のメーカーの製品はさらに高いですので、そこに近づけてきたと見ることもできます。昨年1700が発表されて、1700と2700の差が小さくなってしまっていました。今回の2800はその差が大きく開きますので、他のメーカーと近い感じになってきています。そして9チャンネル系です。今回3800が発表されまして、4700との価格差がかなり小さいです。ということは、先ほどの1700、2800の関係で言えば、4000系もこの後大幅に高い製品が、例えば4800とかで発表される可能性があるのかなって思いました。今20万円弱ですけれども、このチャートから見ると25万円を超えてくる新製品が出るんじゃないのかなと思います。最後にまとめとコメントです。まず今最後のチャートでもご紹介した通り、同じ程度のスペックだとデノンの製品は他のメーカーよりも少し価格が低めだったんですね。で、今回の新製品でその辺が、まあ、他のメーカーに近い金額まで価格帯が若干上がってきてしまっています。で、これまでデノンの製品は7チャンネル系だと1000と2000、9チャンネル系だと4000だけって感じだったんですが、今回9チャンネル系でも3000シリーズ出してきました。それによって3000と4000で2つのラインになります。そんな感じで各チャンネル数において安めの製品と高めの製品の2つに増やしていく、そんな感じなのかなって思いました。で、前回ですね1700が出て、今回2800で2700よりもかなり値段を上げてきました。そして今回3800を出しましたので、次回の4000シリーズは先ほどもご紹介したようにかなり値上がりしてくる可能性もあるかなって思います。で、最後ですが DA コンバーター、
これ火災の話を聞かれた方も多いと思いますが、少し前にメーカーを変更していたんですよね。これを元の旭化成に戻してくる可能性はあるのかなと。その辺まだ詳細が発表されていませんので何とも言えないんですが、2020年に旭化成の工場で火災がありまして、これによって生産が中断していました。そして翌年に、デノン含めたいろいろなメーカーが DA コンバーターを変更しますと発表しました。そして2022年、旭化成生産を再開しています。第3四半期から量産品が出荷されるとも発表していますので、ですので今回の新製品、元に戻してくる可能性もないわけじゃないなという気もします。というわけで今回はデノンから HDMI2.1 への対応を強化した新しい製品が発表されました。価格については残念ながら前のモデルと比較するとかなり値段が上がってしまっています。ただ新しい3000系はなかなか魅力的な商品だなって思いますので、4000系を狙っていた方にはかなり魅力的な製品じゃないのかなと思いました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。